はい、ワールドシフトチャンネル、ワールドシフトネットワークジャパン代表理事谷崎テトラです。こんにちは、明けましておめでとうございます。そして今日は、はい、ワールドシフトネットワークジャパンのクリエイティブディレクターをしております並川進です。年明けましたね、今年もよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。いやー、去年2020年はね、大変な年でしたけど、コロナで。どうでしたか、並川さんは。そうですよね、大変でしたよね。みんな大変でしたよね。コロナの影響で自宅から出れないっていうところで、じゃあどうしようってことで知恵を絞って、いろいろな新しいチャレンジも生まれたっていう年ではあるんですけど、でも大きく見ればすごく大変な年だったと思います。はい、並川さん個人はどうでした？割と僕は並川さん自宅にいる時が多いので、はい、結構捕まえやすくなってよかったって並川さんよく捕まるってよかったって感じになって、ね、そうですね、オンラインでつながってどんどんコミュニケーションを取っていくっていうことでいくと、はい、リアルに合う良さってやっぱりあるじゃないですか、はい、でもやっぱそこはできない中で、でもそれでもいろいろ工夫していろいろ新しいチャレンジもできた年かなとは思いますね、はい、割と僕はゆっくりできる時間が増えて、本をいっぱい読むことができたりとかっていうことで、特に前半ですよね、自粛が始まった当時は勝手にこの創造的休暇っていう言い方をしていて、今までちょっと立ち止まって物を考えることができなかったのに、一旦強制的に立ち止まることによって、物をちょっと深く考える時間というのがあって、それまでもとにかくスケジュールに追われたりとかね、ゴール追われて仕事をしてたっていうのから一歩立ち止まってっていうことができたので、僕はすごく良かったです。そう、クリエイティブディレクターなんですけれども、自分でアート作品も作ってたりするんですが、こういう作品作りとかもできたっていうのはありますね。ただもちろん未だにこのコロナの状況が終わってなくて、去年のことをちょっと思い出しながら考えてみるとですね、未曽有の経済危機でたくさんの、失業者も増えて、で病人も増え、一方でこの社会が破壊されていくっていうこともあったじゃないですか、はいはい、去年並川さんがされた仕事の中では赤十字の仕事されてたでしょ。あ、はい、そうですね。僕たちのこの健康っていうものについて、はい、赤十字社が問いかける動画の制作っていう、並川さんクリエイティブディレクターされたって聞いたんですけど、はい、ウイルスの次にやってくるものという動画で、新型コロナウイルスのもちろん病気が一番の問題なんですけど、その次に例えばコロナに感染してるんじゃないかっていう人のことを批判したりとか誹謗中傷したりとか、そういうことが広がっていくっていう話を赤十字の方に聞いて、それを何とか食い止められないかと。こういう誹謗中傷が広がっていくと、みんな病気を隠すようになるから、それが実はさらに蔓延を広げることになるんだっていう話があって、それで動画を作ったんですけどね、ぜひYouTube でも公開されてるので見ていただけたらと思うんですけれど、しかも制作してる時はまさに緊急事態宣言とか出てる前後とかだったので、全てオンラインで作るみたいなことを去年していたのを思い出しますね。いや、本当にこれ健康の定義って WHO のこのやっぱり定義っていうのが、体の健康と心の健康と社会の健康っていうね、3つの健康だと言っていて、これが赤十字のねメッセージにこう全部がこう組み込まれてるっていうことなんだと思うんですけれども、すごいやっぱり強いメッセージやっぱ感じましたよ。まあ、僕がすごく気をつけて作ったところは、人の心の中にある恐怖っていうものを、恐怖と向き合うって、恐怖自身も自分だったりもして、そうするとごちゃごちゃになっちゃいがちなんですけれども、でもそこをごちゃごちゃにせずに何かこう客観視するっていうか、であとはその例えば恐怖に駆られて誹謗だったり中傷してる人のことも悪くは言いたくなくて、それで物語の中で恐怖っていうのを自分とは別の一つのモンスターっていうキャラクターにして、そこにこだわりましたね。そこが一番こだわったところかなと。はい、新型コロナっていうののね、この経済的なダメージみたいなものを、はい、リーマンショックとか大恐慌と並べてこう語る人もいるじゃないですか、はい、または311の震災とね、はい、結んで、それに重なるような未曽有の、惨事だっていうのを言ったんですけど、ある人がこの他の2つは全然違うんだっていうことを言っていて、はい、311の時にはインフラが破壊されたと、はい、でリーマンショックの時には金融が
完全に崩壊したと。はい。今は実は株価も高いし、うん、インフラも全く壊れてない、うん、壊れたのは私たちの心だけなんだっていうように、うん、いうことを言ってた方がいらっしゃって、うん、でなんか本当に未曾有大惨事っていうんだけど、まあ、僕たちの心がやっぱり破壊されてしまったんだっていうことがあって、でそこにケアをしていく心のケアっていうのは本当に大切なんだなっていうのはね、この波川さん の, この動画からもねすごい伝わって、まあ、逆に言えばインフラも大丈夫だし、別にビルが倒れただけでもないし、そして株価が一気に落ちるとかそういうことになってるわけではない、もちろんたくさんの人が失業してるんですけれども、まだやり直せるしチャンスがあるんだ、まあ、そんな2021年やっぱりそういうような、もう一回この心をこう強くというかね、つながりというものに結びつけたリスタートっていうのをね、そうですね、本当にそう思います、うん、そういう年になるといいな。ウイルスも、まあ、見えないものだし、なんか心も見えないものなんだけれど、でも見えないものだけど、だから捉えにくいんだけれど、でもすごくその大事なものというか心は、なので、はい、そういう新しい年にできるといいですよね。ありがとうございました。抱負のワールドシュートメッセージ、ちょっと波川さんにお聞きしたいんですが、これまた来週。あ、わかりました、はい、行きたいと思いますので。ありがとうございます。はい、今日は2020年をちょっと振り返ってね、お話ししてみましたけれども、今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではでは。